パノラマ TV。 よし、じゃあ企画会議やっていこうか。 OK、 やろう。なんやろな、ちょっとごめんな。どうした、どうしたの。いや、ちょっと風邪気味でさ。ああ、そう、大丈夫。まあ一応だ、薬飲んでんやけど。大丈夫だ。くしゃみとかちょっとできるけど。いける、いける、いける。ああ、無理、まあ、無理せんねん。まあ無理は、そんな無理はすんの。うん、ありがとう。くしゃみ出ちゃうかもしれない。うん、ごめんな。うん、で、まあ企画会議、考えていこうか。考えていこうか。うん、何がいいんやろうな。まあなんかその定番のなんかこう出前企画とかもいいかもしれんな。ああ、なるほどね。うん、えっ、クソメガネ。あ、出前企画いいな。うん、出前企画、うん、そうやな。うん、うん、なんかこう1万なんか金額をまあ決めて、うん、ああいいやん、いいやん、うん、取ってみたみたいな。おお、めっちゃいいやんそれ。確かにあの経費もある程度ここではっきり分かってんのは、うん、こっちとしても助かるわ。うん、で、そのなんかエピソードのトークを適当にこうあれしていく。あ、まあ定番のね。うん、うん、いいんちゃいます。そういう企画があってもな。うん、うん、流行り物とかなんかないかな。あ、やっぱり流行りも、うん、エクシルどう、パーマが細かい、うん、あ、流行りもんな、なんやろうな。うん、流行には乗ってった方がいいからな。いや、乗るに越したことはないからね。うん、うん、それこそやっぱりブレイキングダウンとか。確かに確かにな。うん、今時代はブレイキングダウンみたいなとこあるね。うん、確かにね。やっぱりある程度関連させた企画っていうのもな。そうそうそう、なんか最後やつとかブレイキングダウン出てそうな、確かに雰囲気あるし。確かに。いや、それ伊原だけやろ。伊原に似とんやろ。ちょっと似てるし。ブレイキングダウンのバンタム級のチャンピオン伊原に似とるだけ。階級もいけんじゃん、ワンチャン。あれ、ちょっと62とかじゃなかったの。23とかやろ、バンタムって。絞ったら、絞ったらいけるな。今何キロ？72とかだし。あ、でもイフラも一緒やもんな。10キロ絞ってな。そう、うん、一緒やん。ほんまに一緒やん。一緒やん。エクシル！お前が出てみろ、ボケ。まあ確かに一緒やからな。うん、めっちゃいいやんな。そう。うん。いいんじゃん。うん、うん、確かに。やっぱ流行りも取り入れてるし。うん、そうそうそう。うん、あとなんやろな、どういう系やろ。どういう系がいけるやろな。まあ、そうやな、やっぱりその、ポケモンとかやっぱり、いつまでたっても人気なゲームやから、やっぱそういう人気なゲームとかにあやかっていくっていうのはありかもしれない。ヘクシュー！黙れ、丸前みたいな顔してたって。間違いないな。そうやんな。うん、ポケモンいいよな。うん、世界中で人気やからな。あ、そう、外国にもな、うん、言葉が分からなくても伝わるっていうのは結構大事やしな。言語がな、うん、言語の壁を越えた作品といいますかね。うんうんうん、僕らのチャンネルの7割はやっぱ外国の人やから。あ、うん、そうだね。まあ、それ以外ってやっぱ漫画とかもあるよね。あー、あり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 、漫画な。ベクシュ、お前口開いてる漫画の話ばっかりやな。うん、なあ、それの漫画いいよな、人気なやつだな、うん、ワンピースとか、それこそあれも世界中で人気やから。確かに確かにな。でも世界的に見たらナルトも結構強いから。ああ、忍者やしな。うん、確かに。日本の文化ね。そうそう、文化にも。ああ、なるほどな、文化が、うん、強みやからね、やっぱりね。確かに、うんうんうん、そういうの生かしていった企画があってもいい。だ、今までにないからな、うん、なんかそういうのって俺らの。確かに俺らはやってないからね、あんまり、うんうん。他なんかあるかしら。エクシュ！ゲップすな、ボケ。何があるやろな。何があるやろな。ほんまに。何やろ。やっぱお色気とかどうかな。青色系系ね。うん、いいやん。やっぱ結局バズるやん、青色系って、うん。まあ、ルミもバズってるしな。確かにな。プチバズりしてるし。そうそう、まあ、あれがお色系系なんかって言われたら。確かに。あれし話。ベクシュ！お前絶対ルミのことエロい目に見てやるよ、このメガネ野郎。いやな、確かにな、そういうお色系は結構な。
何回も強いしな。コミュニティガイドラインに触れへんように。あ、そう、そこはな、重要。そこだけは大事にしてやるから。YouTube も年々厳しくなってるから、うん、そうやな、コンプライアンスなんだ、言うてな。なんか、簡単に追い分けてない。うん。ベクシュコンプライアンの顔しやがってよ。頼むさっきから聞いてたら、お前。え、どうしたくしゃみの後に何か言ってるやろ、お前。急に大きな声出すな、クソメガネ。ベクシュ逆になった。なんかやってられへん。え、企画会議とか言ってるけどやってるな。シャミがどうとかさ。え、企画出せへんやん。出せへんやんけ、お前。出すから。なんやん。金玉にビー玉入れてケルベロスにしてみたとか、ほら、出た、面白い企画が。お前、おぎりちゃうねんぞ。やってられ。え、ちょっと待って、かんちゃん。かんちゃん、どこ行くの？やってられ。どこ行くの、かんちゃん。やってられ。かんちゃん、どこ行くの？女、あ、出られよ、お前。あ、今、やってられへんで。ほんま、女、やってられへんで、女。やってるよ、ね、やってるよ、ね、お前さっきから聞いてたけど、ひどいぞ。マジで、え、あかんかったかな。いや顔、かっちゃんの顔だけはいじったらあかんよ。あいつブサイクで昔いじめられてたんやから。それが一番そうやったよ。それ一番言ったらあかんと思うけど、これはそうやったね、トラウマやったね。うん、謝りに行こう。謝った方がいいな、やっぱりな、これは、うん、これはちょっと謝りに行こうか。あ、行こう。うん、言い過ぎたしな。うん、まあ、悪いことしても謝ったらいいね。あ、なるほどね。間違いは誰だってある。ありがとう。ちょっと謝ってみようか。うん、ちょっと謝ろうか。おい、かっちゃん、かっちゃん、ごめんよ。あなたはだんだん眠くなる。あなたはだんだん眠くなる。どうも、鍵っ子催眠術師です。パノラマ TV。 これめちゃくちゃむずいな。むずいやろ。これマジで、これめちゃくちゃむずい。あの数こなしてた。お前リアルに50回以上やってるんだ。50回以上だ。マジで、そのすごいな。ありがとうございます。この探す段階でその、うん、な、うん、6人弱に立つものがないからさ。そう、それはさすが、そういうとこじゃないからな。すごいな。うん、ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。でも宇宙飛行士って試験で鉛筆ポン渡されて、これでできること20個答えてください。1分が、で何個で出せるかみたいな。マジ、要は緊急事態に陥った時にいろんな脳みそが素早く動ける。これ、あの地底他人っていう漫画でやってました。俺だったらその鉛筆持って出題してきたその面接官のネタをくるみ、こういうことができるぞ。くぐらせるやん。くぐらせる人間やん。で、地底他人で、地底他人っていう漫画で見てください、ぜひ。